餅花とは、日本の一部地域で、正月特に小正月に、ぬる毛の木柳などの木に小さく切った餅や団子を刺して飾るもの。東日本では、眉玉の形にする地域が多い。一年の五穀宝城を祈願する、吉久の意味を持つとされる。詐欺町の行事で飾ったり、食べたりする地方も多い。街頭に飾られる餅花長野県などでは、しだれ柳を使って、 稲穂の垂れる形に作り、豊作を表現している。これを稲の花と呼ぶ。俗穂比えボも同じ。岐阜県では花餅と呼ばれ、正月の装飾用品として定着している。鹿児島県の奄美大島では、なり餅と呼び、小正月に、二礼化のブブキに白、赤、緑、木などのカラフルな餅の実を刺して、床の間、神棚、墓、高倉などに置いて、 五穀宝城や、家内安全を祈る。ブブキは枝を切ってもすぐに伸びてくるため、繁栄の象徴として使われる。飾り終わった成り餅は、1月18日に煮て、蒸した、さつまいもと練り合わせて作る、ひっきゃげにして食べる。香川県の宇多津町などでは、ひな祭りに、ひし餅と共に餅花を作って、家に飾る。また、東日本一帯に広がるものに、眉玉がある。 米の粉を蚕の眉の形にして木に刺したもの。養蚕に関連の深い道具などを一緒に飾る地方もある。蚕の安全を祈願したものだが、これも持ち花の一種である。正月が終わる頃にもぎ取り焼いて食べる。松尾芭蕉の俳句に書きがある。ありがとうございます。